MC してもらった方が。そうですね、まず俺がメロディーフラッグ終わったらまず真央くん呼びます。で、ケンシマのお袖で真央くん来てもらって前半戦終了っていうので、はい、お疲れっす。よしよし。で、まあじゃあちょっとエンジンルームの話への振りを作ろうと思うんで、はいはい、それこそ昨日そのエンジンルームの人が七五さんの新曲を出してくれましたというエピソードをして、はいはい、いや、 やっぱあの人もう出す曲ヒット曲になってるんで例えばまずエンジンルームの歌、確かにガニガニ、おしりシェリー、もうあんなもう国民的ヒット曲になってますからねっていう話をして、でもしかしてエンジンルームの歌弾けたりします？エンジンルームの歌弾ける？ちょっと試しにエンジンルームの歌弾いてみてもらっていいですか？エンジンルームの歌頭からやりますね。上に歌詞書いてもらったのにめっちゃ申し訳ないんですけど、いや、なわけね、確かに、確かに、確かにかにかに、確かに、確かにかにかに、イエーイ、終わらせましょうか。終わって、エンジンルームの歌始めてください。あー、なるほどね。エンジンルームで、だから2部だけ確かにかにかに入り、帰りの、エンジンルームつなげをお願いしてもいいですか？じゃあもう一回やる？ちょっと頑張ります。すいません、申し訳ないです。失礼しました。これはやってみないと分かんないことです。こんな難しいと、めちゃくちゃ難しい、こんな歌詞と歌詞の間のタイミングが分かんないと思う。池田さん、やる気満々の高田健志郎です。すごっ、アドレナリンバリバリだ。胸から上だけのやる気風青しっていう新曲を、はいはいはい、リリースさせていただきまして、ね、ただね、同日にもう1曲投稿されてて、はいはい、あ、ちょっと皆さん見ました？僕はあっちの方が好きです。おぉ、嘘嘘、言っていいことと、風青し再生数でいうとトリプルスコアつけて負けてたわ。おい、かわいそう。MC ギャグで聞いたら風押しも聞いてくれ、セットで頼むよ。まあ、でもあの人がカリスマだからね。すごいよね、本当に、ね、名曲を何曲も出すでしょ、ね、すごいよね。動画投稿してる方がいてね、その僕、うん、MC ギャグっていうマッド曲をね、動画で上がってたんですけど、うん、ありがとうございます。風押しは聞いたよな。じゃあ、おいおい、じゃあいいじゃあいいじゃあ。歌う？歌う？だから昨日リリースだったかしらね、覚えてないそう、なかなか昨日その URL 奈々子に送ったら、やめろよっつって、今かよって間に合わないよって言ってた。エンジンルームは弾ける？え、そんな無茶ぶりどうなの？そんな無茶ぶり、何度も聞かせたから、この人たちは。こういう曲があるの？エンジンルーム弾ける？エンジンルームの曲弾けんの？え、やば、ちょっと
ちょっと試しに聞いてみてもらって、エンジンルームの歌。目のまぶたに焼き付いてこうやって出てきたんだけど、でもね、動画よりルルル動いてた。集団幻覚すごかったね。素材提供してたね。すごいね、サプライズゲストを、ね、もう一人ぐらい探したらいいんじゃない。いるかな、うん、ちょ探してみて、試しに探してきてみて。ダメだったらごめんね。ダメね。ダメだったらごめんね。本当にこう言ってって俺が本当に出てきたらごめんね。皆さんでもがっかりしないでやっぱね、うん、それでもキャーって言ってね。ねちょでも探せるか、ちょっとやってみるわ。ちょっと頑張ってみる。試しにいるかな。そうだろう、いるかな。いるんじゃない。エビね、ねエビスで来たもんね。2、3人ぐらいいるんじゃない、探したら。ゲンさん来るか。ゲンさん、ゲンですの流れたら、魔王さん取らないでくださいよ、僕のゲンですです。もう決まって忙しい中、いや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 、ありがとう。たまたま見つかるとは、メヤ君がたまたまいて、そこでちょうどあの新車買ったんで、うん、ドライブしてたら、してたら真央新が、そう、真央君がこうね、なんか来てってライブ来てって髪も立ってたんで、本当に、うん、ちょうどいいなと思って。すごい、ね、すごい、みんなメヤ君来たよ。楽しんでますか。いいね。いやせっかくだからさ、はいはい、ちょっとあの真央くんも呼んできてさ、はい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 、一緒に話そうよ。あ、そうですね。ねちょっと真央くん。真央くんでもさっきあの車に引っかかれてたけど大丈夫。マジマジ。ちょっと見えど。大丈夫。真央探しに行かなきゃ。助けて。で一部はね、うん、実はもう一部来た人は知ってるかもしれないですけど、はい、エンジンルームの歌を、はい、実はね、はい、弾いてもらって、そうなんですよ。うん、僕ら歌ったんですけれども。はい、いや確かにカニカニはできないっすね。もしかして確かにカニカニできたりするんじゃないの。いやできないでしょ。確かにカニできたりするんじゃないの。いやんなわけねえ。Bye.
やば、見えない、そのなんか、っていうから、マーって言うの、何でしたっけ、ここが輝くさ、光の塊がこっちに向かって歩いてたんだ、なんか出たんだけど、いるよプールでやる予定だったんだけど、リハやったら、あれ難しすぎて歌えない。マジで。あとセリフ部分誰やこれ。確かにこれオラフ君とかのさ、中山さんのね、あそこが誰もできねえ。誰やこれ。こんなに発生してる。お前さんはみたいな。そこむずいよ。できん。マオとか中野子が一緒にやってくれたけど、全然これもう成立しないの。難しすぎるから。難しすぎる。本当はカニ構成パートやりたかったの。ありがとうございます、高田さん、ちょっと無茶言って、お腹が痛いな、ありがとうございます、こんなね、呼んでいただいて、みんな偉いのが、俺もすぐエゴサしてたらさ、はいはい、本当、2部の人のために、剣士が出てくるんだけは、なんとか隠さなきゃいけない、これはネタバレだから、そう、フセッターに書いてる賢い人がいて、でもちょっとね、匂わせありましたよ、え、なんて、え、一部のスペシャルゲスト、噛みすぎたっていう。あいや読めない紙すぎたわライブの時の感想みんな紙なんだからあれじゃあもうあった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 でも、うん、俺もそのちょっと見た目一個匂わすみたいな、うん、あの一部のゲストクソ笑ったって感じいい意味でだったらいいよクソ笑うゲストってもう剣士ぐらいしかいないそれもそうやな剣士ぐらいだと思うゲスト来てクソ笑うのはクソ笑うって確かにそれぐらいしかいねえわはいというわけで、はいはい確かにカニからエンジンルーム歌っていただきました高田健さんですはいありがとうございますいつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。